紡ぎ手さんですね、はい、ありがとうございました。綺麗になって、これみんなびっくりすると思いますよ。なんか紡ぎ手さんの宣伝になればいいかなと思うけど、これもう一つの作品って感じですね。そうですね。今日が17日だから、はい、なんかすごく頑張っていただいてありがとうございました。いやいや、とんでもない。ちょっと私30周年なんですよ。ああ、いい記念になったなと思って。そうなんですね。いや、想像以上の出来ですね。よかったです。もう一つの作品みたいな感じですね。はい、ちょっとこだわりありますもんね。そうですね。ちょっと中もちょっといいですか、ね、このまんま。もううちのマットとか使ってくれてですね、うちの鏡で。はい、ちょっと中いいですかね、はい。鏡も貼ってくれてですね、簡単に貼りますね。めちゃくちゃ広く見えますよ、こうやって。広く見えますよね。うん、鏡はあるからね、もう本当3店舗目作っていただきたいなと思って。めちゃくちゃ広くなりましたね、これね。ま、少しのスペースですけどね。はい、そうですね。ちょっとした増築ですけど。そこ上がですね、またこれが素晴らしいですね。アイデアが。イメージが大体つかめてたって感じですか。そうですね。これもロッカーもすごくいい建具作って、あ、これ塗ったんですね、これね。これ塗ってます、はい。塗ってこんな綺麗になるんですね。そうです。なんか、こんな感じで。一番すごいのがこの、あれですね。この、はしごですね。これもう最初からこのアイディアだったんですか。そうですね、うん、もう更衣室でそれでできますって感じで、もう勝手ですね、うん、もう2つ返事でできますよって感じだったですもんね。もうイメージができたって感じ で、 そうです、ね、自分で考えてやってくれるところがいいですよね。これも作っていただいたんですよね、はい、こう家具とかも作れるんですね、はい、自分で考えてくれるところがいいですよね、うん、言ってすぐにイメージがつかめるんですか。いや、すぐにじゃないこともよくあります。でもこんな注文ないでしょ、こういつにストレッチスペースを作ってくれとか、はいはい、これはない、初めてです、ね、それでもできるって感じですか、まあ、こっちちょっと使うみたいだから、はい、外はもうすぐ簡単ですか、鉄柱があったから、まあ、そうですね、簡単な方ですね、一応その並ぶ解体作られた後に現状化しやすいように簡単な作りにしてるのがあって、なるほど、増築になりますけど、まあ、結構簡単な作りになってます、うん、でも倉庫でジム作る人いるから、表をこんな風にするのは手ですよね。うん、そうですね。冷暖房もいいでしょ、これプラスでしょ、はいはい、やっぱりシャッター寒いですもんね。はい、ちょっとは結構断然違う、断然違ったですね。これ次3店舗目は本当倉庫でもできるなと思ってですね、倉庫の方がかっこよく作れそうですね、なんかね。そうですね、はい、倉庫似合いますね。倉庫の店舗も結構あるでしょうね、みんなね。そうですね、洋服屋さんでもカフェとかね。はいはい、そうですね、洋服屋さんもあります。洋服屋さんもね、ここの同業の人が事務所を倉庫でっていう人もいますか。うん、それは一つのやり方ですよね、はい、本当いい30周年の思い出になりましたよ、これ。 ありがとうございました。今日も入会のあれがあって、外見ていきますもんね、みんなね。あ、そうですか。いや、結構通りがかりの人見るでしょ、これね。見ていきますね。なんか金かけてるぞっていうイメージ、メッセージになりますよね、はい、頑張ってるぞと、うん、その方はお話はまだされてないですか。メールで全部やり取りして、あ、うん、まあネットでも宣伝してますからね、うんうん、でも、もしこれきっかけなんだったら嬉しいなと思って。チラシ巻きますから。だから350万の中にはチラシとかピグも入ってるから、350万かかってないから、そこがすごいですよね。だからまあこれリーズナブルにやってもらってますからね、そこがまた魅力ですよね。これびっくりするような値段だと思いますよね。紡ぎ手さんですね。まあ本当、まあ17日間ありがとうございました。本当ありがとうございます。